4月14日、この春から新たに愛南町で研究を行う南水研の学生9人が清水町長らを訪問しました。南予水産研究センターは2008年に官民学が連携して水産振興のため発足した研究教育施設で、2013年からはより幅広い研究や魚食教育を進めるため海ライク愛南が開設されています。毎年新たな学生が愛南町で生活しながら、赤潮問題や新養殖品種の開発など現場の課題やニーズに直接反映できるような研究を行っています。9人の学生はそれぞれ清水町長に今後の抱負について発表した後、愛南町から記念品を受け取りました。私、愛南町に来てからまだ1週間ほどと短い間ですが、もうすでに山、川、そして海と素晴らしい景色に囲まれ、また挨拶をしたら笑顔で返してくれる地域の皆様の温かみには大変感動しております。そして僕たちが水産研究できるのは地域の皆様のご協力のおかげだと思っています。これから世界の食料問題により陸だけでは賄いきれない食料を水産業で賄おうと今大変注目が集まっております。その最新の研究ができるのはやっぱり漁師の皆さん、また環境を整えてくださった地域の方々とのおかげだと思っています。その恩返しといってはなんですが、私たち若者がボランティアや行事ごとには積極的に参加して、微力ではありますが地域活性化に貢献できたらなと思っております。